やーはー、どうも、ひるまです。あ、6月4日に発売された330ml のレッドブルのペットボトルを紹介していきたいと思います。結構レビューしてる人多くて、ね、こういうやつでペットボトルなんですけど、まあね、皆さん気づいてないんですよね、あんまりね。実はここに人が映ってるの分かりますかね。分かります？実はこれは、レッドブルが主催しているレッドブルライブオンザロードというイベントの企画品でして、ここに映ってるのが去年行われたレッドブルライブオンザロードで優勝したバンドクラックバンケットなんですけど、実は昨年のそのレッドブルライブオンザロードのザファイナルというのに、3組のバンドが出て、その中から1人優勝者を決めて、その優勝者は海外でレコーディングすることができるということで、クラックバンケットは実際にレコーディングをしてきて、今年も今レッドブルライブオンザロードやってて、YouTube 内でも若手のバンドが投票してくださいって言って宣伝しています。で、このクラックバンケットについては6月5日に新しいアルバムというか初めてのファーストミニアルバムを発売しました。では飲んでいきたいと思います。開かない。実はクラックバンケットも YouTube で動画を最近出していて、クラックバンケット TV っていうなんかグダってる感じの話のやつなんですけど、ぜひよかったら見てみてください。リンク貼っておきます。あの楽曲も PV があるんで、ぜひ見てみてください。普通のレッドブル、あ、みなぎる。ということで今日は新しく発売したレッドブルのペットボトル紹介しました。ここの映っているクラックバンケットのミュージックビデオや動画チャンネルのリンクを下に貼っておきます。レッドブルライブオンザロードの公式ホームページもあるので、ぜひ見てみてください。ロック好きな方と新しいの探したいなって方、ぜひ YouTube 内でライブ映像とかを配信しながら紹介などしているので、ぜひ見てみてください。今回はサマーソニックとコラボしていて、その中から選ばれた人はサマーソニックのレッドブルライブオンザロード特設ステージでのライブをすることになっています。ちなみにサマーソニックにはクラックバンケットも出ますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあバイバイ。